これはそれがしと信長殿の最後、あなたの苦しみをそなたには辛い思いをさせてしまった。いいえ、義に生き信長殿を討った。だがそれは兄を殺す不義、そなたの愛への裏切りだ。それがしを見限るなら今義に生き信長殿を討った。それがしに義も愛も残されておらぬ。それがしが背を向けている間に何も言わず去ってくれ。一、義に生き。それがしに義も愛も残されておらぬ。兄上、お変わりなく。長政殿は三子家臣の命のため死より恥ずべき降伏を選ばれたのです。それで鵜に何が残る、義か、それとも愛か。切れるならば切るがよい。兄上、切れるならば切るがよい。一、兄上、お変わりなく。信長殿を討った。それで鵜に何が残る、義か、それとも愛か。すまぬ光秀殿。光秀、長政の死に鵜は何を見る。武士の意地かと。この男にとってこの戦は義に準じるためのものだった。故に信長はそれに応えた。それはこの男の望みゆえ、我が身が惰性を許さぬゆえ。だがあまりにぬるい。鵜は信長に何を望む。決まっております。ただ信長様のもと戦なき地平を見たいと。見るとよい。これが戦なき地平。ここに戦はない。私が殺してしまった。私は何を望んでいたのか。いや、違う。光秀様、織田に寝返るのですか。まさか。されど姫君は折れる。私はそんなキスならば戦いなさい。乱丸、力をあのお方に知らしめなさい。私はそんな気すらするのですならば戦いなさい。乱丸、戦って。乱丸、戦って。力をあのお方に。だけでしょうか。